サバイバル番組スターズ・アウェイクニングで競い合い、ファイナリスト上位10名が勝ち上がり、プロジェクトグループとなった。2023年7月1日、グループネット・オブ・スター・サイン n.s サインが8曲からなる初の EP バース・オブ・コスモで2023年10月18日にデビューするという発表に多くのファンが驚いた。トラック 10メンバーの多国籍ボーイズグループ N.S サインは、新しいタイトルトラック、ワームホール、ニュートラックと、アルバム自体で以前にリリースされた曲、ハイヤーをフィーチャーしたハットラック EP でデビューしました。メンバー、カズタ、リーダーダンサー、ヒョン、ラッパーボーカル、エディ、ラッパー、ドハ、メインボーカル、ジュンヒョク、w i h u s メンバーでもある、ソンユン、 メインボーカルダンサー、ロビン、ラッパー、ハンジュン、メインダンサーボーカル、ローレンス、サブボーカル、ヒオンは、ダンサー100の第1話で公開される。メンバーたちは、曲、ワームホール、ニュートラックの、ハッシュタグダンセルス100チャレンジで、でカリスマ性とオーラを披露しているのが見られる。以下で見ることができる。ダンセルス100の今後のエピソードに興奮していますか 次に登場するのは誰だと思いますかダンセルス100は2023年10月18日に設立及び作成された新しいチャンネルであるようです。ダンセルス100チャレンジに焦点を当てており、おそらく他のアーティストやクリエイターがチャレンジ自体に出演する可能性があります。グループ NS サインが 有明アリーナコンサートに向けた最後の関門を通過した。NS サインは7日、YouTube チャンネル、スタジオルルララのスルドラブを通じて、プロジェクト 10K の最終話を公開した。この日、NS サインは有明アリーナに向けた最後のミッション、イン東京に先駆けて遊び心いっぱいのブログを公開した。空港ラウンジでの木版の食べる放送。 や初ののビビビジネススクラス登場レュューー横浜ビューの宿舎探訪日本最大のファッションショーである関西コレクションのバックステージで n s. s サインの興奮した姿が気分の良いエネルギーを伝えた。日本に到着した n s サインはアメーバテレビのトークショーの撮影を終え渋谷の真ん中に電光掲示板の中の自身の姿に驚いて記念写真を撮るなど幸せな。 時間を過ごした。メンバーは東京のランドマークでの僕たちの姿だなんて、両目で見ながらも実感が湧かなかったと激しい感動を表現した。n s サインは1万人の観客たちとコミュニケーションする最終ミッションの場所である有明アリーナに到着した。アリーナ本人に入場した n s サインは1年前の ZEP ツアー当時、 名古屋の観客が1500人ほどだったが、1年ぶりにスケールが10倍以上大きくなった、と巨大な規模から来る圧迫感とともにファンで満たされたその日を想像してときめいた。また、1万人を満たすことができるかと心配しながらも、できるとお互いを励ましてファンと分かち合う感動を想像した。その後、渋谷のスクランブル交差点前でワームホールチャレンジを大成功で終えた。 S n s サインは、多くの人々の前で僕たちを見せる機会が与えられたことに感謝したとして、n s サインを覚えていてくださり、映像を撮影された方も多かった、と嬉しい感想を明らかにした。次の公演場所であるチャタン公演では、あまりにも多くの人波が集まって突発状況が発生した。現地の規定上、 観客を解散させなければ撮影を進めることができなかったため、n s サインは予想より少ない観客数で公演を始めた。物足りなさの中でヒジャーを歌い始めたが、いつものように最善を尽くした n s サインは公演場の外部に観客がいっぱいいたことを遅くなって発見して感動した。n s サイン は静かに応援を送ってくれたファン一人一人と目を合わせて感謝の思い地を伝えた。スパイスまで披露して盛況のうちに9回目のゲリラ公演を終えた N.S サインは食堂で感想を語り合って 10K 達成の最終到着点である11月11日のアリーナ公演に対する決意を固めた。有明アリーナ公演と関連したネタバレもサプライズで公開された。 スタッフからの緊急の呼び出しで一同に会したメンバーは N.Ch エンターテイメントのチョンチャンファン代表との出会いで最後のゲリラ公演が有明アリーナ公演であることを知った。公演当日の11月11日に繰り広げられるプロジェクト 10K の最後のミッションを伝えられた N.S サインは K-POP のトップが目標という力強いスローガンとミッション成功を誓った。 一方、N.Sign は11月29日にファーストシングル、ニュースターを発売し、日本でのデビュー活動に突入する。